こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。今日は4月の3日なんですけど、まあ4月入ってからなかなかね、気温が上がりませんで、まあ、昨日1日中しぐれてて、まあ、バイク乗れなかったんですけど、今日は能登地方降水確率が 20% ということなので、まあ気温低いですけどバイクは乗れます。日差しもちょっとこんな感じでね、キラキラっとこう明るくなってますので、久しぶりに能登島走ろうかなと思います。まあ、気温低いので長時間乗れないので、遠くまで行けないんで、まあブラブラとこの辺り走ろうかなという感じで今日は行きたいと思いますね。で、火が出始めていい感じですね。で、今日はね、私のバイクに装着されているこの FMF94 と、まあ、あと液パイの方はこのメガボムがついておりますけど、まあ、これについてね、少しお話の方をしていこうかなというふうに思います。で、FMF のこのマフラー、Q4 の方は、まあ、いわゆるあのクワイエット、まあ、静かなマフラーの部類に入るんですけど、まあ、まあ、そんな静かじゃないんですよね、実は。まあ、ただし、あの Q4 の他にはパワーコア4といって、まあ、本当にレース仕様でね、これよりもさらに排気効率を上げたマフラーっていうのがあるんですけど、まあ、この Q4 に関しては、まあ、バッフルがあの実はこれ装着されてるんですけど、バッフルをつけて音をね少し静かにしてですよ。減速なんかもね、なかなかこう子守音とか、まあ、時にはアフターファイヤーなんかもするんで、まあ、乗ってる雰囲気っていうのはね、十分楽しめるいいマフラーついてるなというそんな感じです。まあ今日これから左の方曲がりまして、これも久しぶりになりますけど、まあ、能登島の道の駅の方まで少し行っていきたいと思います。やはりあの、こういう感じですね。でも大体これ、あの、50キロぐらいなんですけど、あの、加速してるとね、あの、もっと速い気がしますけど、やっぱローギアとこの排気音、これのおかげでね、気持ちは速いけど、でも実際速くないよということで、安全にバイク楽しめるっていうのはね、これ逆にいいのかもしれないですね。久しぶりの道の駅ですよ。到着。到着です。で、まあ近くで聞くとね、アイドリングはこんな感じ。
それなりですよね。でちょっと深すぎてこんな感じなんで、人がたくさんいるところは控えたいと思います。いやー、春を感じるような綺麗な色してるな。もう少し暖かいといいんだけどね。で、道の駅のと島の方でね、面白いものを見つけましたよ。このまたね、またこんなもの買ったのかっていうことなんですけど、これ可愛くないですか。ワクタマくんって言うんですって。ワクラの温泉のキャラクター、温泉街のキャラクターなのかな。これ買ってきたのでちょっとね、取り付けてみましょう。これこんにちは。新しいゴムになってるな。よし、どこつけようかな。ここか。ワクタマくん、ぽよん、いい感じですね。これとりあえずここを定位置にしておきましょうか。風でなんか揺れってなりそうだな。まあ、それでこういうふうにね、花も咲いてるんですけど、肝心の春の花といえば桜なんですけどね、桜がね、なかなか。これからよろしくね、ワクタマくん。能登島の方ではね、まだまだ咲いていないみたいなので、ちょっと桜がね咲いてないか探しに行ってみたいと思いますけど、まだまだかな。この辺りも桜なんですけど、始めようとしてますけど、本当にね、あと5、6度気温高かったらね、いっぺんに咲くんですけど、もう本当咲く間際まで来てるんだけどな。もう少しといった感じかな。景色楽しもうか。今日は風がないんで、まあ、波はねとても穏やかな、そんな日になってます。もうなかなか、ちょっと待って、真っ白、すんげー綺麗。
ソメイヨシノはやっぱりこの淡いピンク色がね綺麗ですね。華やかっていうのもね、なんかね愛おしい感じがしますね。まあ私がそんなこと言ってもね似合わない言葉ですけど、まあ、これからこれね開いてくると思いますよ。少し写真撮っとこう。